山田バサラ、サラバンズ誰が読んだか、心優しきパンクロッカー、山田バサラです。えー、現在私は、女村のキセンバルというところに来ておりましてですね、えー、ンバルにはですね、馬チモという、うところがあるんですよ。馬チモというのはですね、昔の、お琉球王国の、まあ、 お役人さんっていうんですかね。お偉いさんがですね。まあ、こ、この、まあ、こういう土地を来た時に、まあ、あの、中継地っていうんですかね。えー、ここに、まあ、荷物を置いたりとか、えー、荷物を置いて、この村の人たちに運んでもらったりとか、えー、あとはですね、もうって書いてるので、おそらく、沖縄でもうっていうのはですね、けって書くんですけど、原っぱっていう意味なんで、おそらくここでね、なんかこういう村人たちがですね、役人さんになんかこう、演奏とかさ、お酒とか、 そういうので歓迎した場所だったんじゃないかなと思うんですね。えー、そこに僕は今日は、えー、お参りに行ってまいりました。えー、なぜその馬蜂毛で僕はお参りをしたかというとですね、実は去年この馬蜂毛で財布を落としてしまいまして、 えー、それでですね、あのー、まあ、なぜ落としたかって分かったかって言うと見つかったからなんですよ。えー、その、正月の時期にですね、僕は財布をですね、まあ、この気仙原で仕事があったもんで、えー、馬蜂蜂に行ったんですね。で、それで大雨の日で、急いでパシャパシャっと写真を撮って、車に戻った時に僕は財布を落としてしまったみたいで、それでね、財布がないないっていうこと、どこで落としたか僕も全然分からなくて、 で、まあ、会社に問い合わせたりとかですね、いろんな人に聞いたんだけど、見つからなくてですね、えー、諦めていたところ、2、3日後ぐらいね、沖縄県警のホームページ見たらですね、全く僕のこの財布と同じ形状とですね、中身、カードとかね、そしてあと僕はあの、投げ銭ライブで、えー、米兵からいただいたですね、泥札がありまして、これが決め手になりましたですね。泥札が入っているということでですね、あ、これは俺の、 俺の財布があると思ってですね、えー、名護の警察署に行ったところですね、これがですね、全くお金もですね、全く取られないでですね、えー、帰ってまいりまして、本当にね、僕にとってはですね、あの、この馬賃貌っていうのはね、本当にこう、こうなんていうかな、ありがたい、そして心が温まる場所でございましてですね、まあ、ある意味、まあ、こういう神社でもないし、お寺でもないし、廃所、 とも言えないかもしれませんが、僕にとっては非常にですね、えー、なんかこう、神聖なる場所で、まあ、また、三が日って人がいっぱいいるじゃないですか。で、うまちもはですね、誰もいなくて、僕一人でですね、えー、去年はありがとうございましたと。今年はこういう忘れ物をですね、なるべく、 ね、なるべくないように <laughs>、僕は結構落とし物ひどいんですよ。ライブアウトでね、えー、なんかこうハーモニカ忘れてるとかね、そういうのよく言われて、言われるんですけど、マイクを忘れてるとかね。なので、なるべくね、お金、大事なもの、貴重品が落とさないようにですね、えー、勤めますということでですね、えー、まあ、あの、昔のお偉いさんにお祈りして、そして、え、神様にお祈りして、ご先祖様にお手を合わせてですね、えー、やってまいりました。 まあ、えー、こんな感じの正月の過ごし方があってもいいんじゃないでしょうかね。はい。ということで、まあ僕にとってはですね、逆にこう、えー、歌の仕事はですね、三が日っていうのはなかなか、えー、ないことが多いんですけれども、えー そうでないところでの結構ね、歌以外の、こう、業務がね、僕は仕事がたくさんありますのでね、えー、この時期こそ僕は稼ぎ時でございますので、えー、今年は、まあほんと三ヶ日、えー、関係なく、休み関係なく僕はまたぶっ続けて働きます。えー、ということで、今日も一日、サラバンジ。